んばんは、田村です。こんばんは、大西純子です。清水美智香です。よろしくお願いします。異様な空気が漂っています。何でしょう、広すぎるんじゃないでしょうか。ちょっと広すぎると感じはありますが、こうゆったりしてますからね。そうですね。今夜はね、突っ込んだジャズといいますか、ジャズの個人的なジャズ体験、こういうものまで行ってみようかと思うんですよ。任せといてください。みっちゃんとか実家があれでしょ、ジャズ喫茶なんですよ。金物屋じゃなかったの？金物屋じゃないんですよ。どういうイメージから来てるか分かんないですけど、小学校の、先生頃からもう始めてたんですけど、当時はね、JBL の大きいスピーカーで、これで何ですか、重低音の音でガンガン鳴らすのが流行ってたみたいなんですよね。で、私の住まいというのはその上に2階にありましたから、そこで漏れてくる音をこう聞いてたわけなんですよ。漏れるところの騒ぎじゃないんですよ。うるさかったですね。で、来るお客さんも宅八郎さんが太ったような感じでこうだらーって感じで、茶色の革のバッグがあるじゃないですか。あれをこう持って、必ずショルダー。ショルダーなんですよね。ちょっと縦長のね。はい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 。どこで買うような、買うときいうようなね。それでこう悩みながらこう聞いてるって感じです。で、必ずタバコですよね。昭和でいうと何年ぐらいだ。昭和でいうとですね、45年前後かな。45年ぐらいでまだいたんだ、そういう人は。いますよ。はあ、でもね、今は都内のね、ジャズ喫茶に久しぶりに行ったらば、行ったんですよ。そしたら、ジャズ喫茶じゃなくて、ジャズビデオ喫茶になってるんですよね。それで全員がこう同じ方向を向いてビデオ見ながらこう、スイングしてるんですよね。あ、そう、変わりましたね。だから今映像で聞かせる時代になってるんだ。はいはい、そうですよ。で、今日もですね、素晴らしい映像、皆さんにお届けしようと思いますよね。まずはですね、シリアスなジャズの魅力を十分に楽しんでいただきたいということで、ストレートノーチェイサー by セロニアスモーク。ストレートノーチェイサー。久しぶりに聞いたり見たりしましたね。はい、あんなに音数が少なかったんですね。少ないんですよ、あの方は。
非常にとつとつとした方でございます、はい、で休んだりなんかなさるんですね。しょっちゅう休んだり辞めたりなさる方、あ、ちょっとご紹介遅れてしまったんですけれども、そのですねジャズのシーンをリアルタイムで体験なさった私の横にいらっしゃいますピーター・バラカンさんです。こんばんは。こんばんは。体験していたというかこの番組をその時にちゃんと見てちゃんとというか見てましたね。あ、そうですか。セロネスマンクの演奏を初めて聞いたのは今の曲です。あ、たまたまなんですけど、いまだに一番好きな曲の一つです。これを知ってるってことはかなり普通で言うとお年なんですけどね。まあ、いくつぐらいこの白髪でお分かり。今43歳です。あの時は14歳ぐらいだと思います。14でも文句見れたんですか。いいですね、テレビですからね。たまたまもうスイッチを入れればやってますからね。だから逆に何の理屈もなしにね、すごく素直に入れましたね。当時のなんていうか、まあ、ヨーロッパのジャズっていうのはちょうどジャズミュージシャンって言いにくいんだけど出だした当初ぐらい、まだ出てない時ですかね。アメリカ、まあ、ジャズ本場でちょいちょい聞くようになったのよ、ヨーロッパのジャズ。不思議な感じだったヨーロッパのジャズっていうのは。そうですね、僕が子供の頃はね、ジャズと呼ぶべきかどうかもわからないよう、ね、イギリスでいうトラッドジャズっていうのがあるんですね。これはまあアメリカのいわゆるリバイバルされたディクシーランドをイギリスなまりにしたみたいなちょっと変な代物でしたね。変なね、今はどうかしら、ジャズ変だったのよ。悲しいのか明るいのか分かんないような感じですか。それでね、クラシックの伝統はずっとあるわけだね。うまいのうまいの、テクニックすごいうまいんだけども、まだフィーリングが分かってないみたいな、ジャズのやっぱりリズム感が違いますね。ゴリ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 来るんだけども、なんかジャズって感じがしない、あれ不思議なもんだった、ね、もっとやっぱりフリージャズの時代になるとそうなんですよね。別のリズム感があっていい、わけですからね、そうするとイギリスのミュージシャンが少しは出てきますね、それから一挙に通り越えてフリーに行っちゃいましたね、ヨーロッパはね。そうですね、そうなるとヨーロッパ強いですよ、高校時代はどなたがファンでしたか。まあ、主にロック中心で聴いてましたけどね、ちょうど68年ぐらいのね、マイルス・デイビスがこうエレクトリックバンドでやってた頃、特にイナー・サイレント・ウェイというアルバムはものすごく聴いてましたね。お見せする映像はですね、デコイという曲なんですが、それは変身前、もっと後ですね。もっと後、変身後後ですね。そうですね、急激に変身していきますからね。なるほど。それではそのマイルス・デイビスでデコイ。いいですけどね、当時俺これ聞いて全然理解できなかった、やっぱり1年ぐらいかかったな感じはしますけど、大西さんはマイルスどうですか。いや、もう私が聞き始めた頃にはすでにこういうのもこうなってた、もうこれがさらに進化して、いわゆるアコースティックジャズとはもう全然違いますよね。じゃあその前の前のさ、まだそれから後になって聞くことになるわけです。そうですね、だから順序が全然違うんですよ。順序違うよね。もう私がだからやり始めた頃はコルトレーンとかいろんな人も死んじゃった後だし、だからもうマイルスもどうなんでしょうね、一回交通事故を起こしてそれで再起して、だからそれよりずっと後ですから、やっぱりもうこれがこれなんか全然前ですよね。ほー、そう、これ世代の違いですよね。そうですね。あ、何ですかあなたは。何ですかあなたって。私だって呼ばれてるんですから来てるんですよ。でもまだなんですけどね。いやいや、でもせっかくマイルスが出てきたんですから、私もちょっと話をですねさせていただきたいなと思いまして。そんな好きですか。やっぱりジャズ通りすがりに来たんじゃないの。いやいや違うの。タモリさん一つお願いしますよ。なんか異質なんですけど。いやいや、もうやっぱりジャズ聞くとなると、まず最初はマイルス・デイビス聞かないと、なかなかそのジャズの道に入っていけない。僕聞き出した頃はちょっと三鉄流でしたっけ、ないんですけど、これが出たと。向こうでのマイルスの評判ってどうなんですか。やっぱりもう帝王ですよね。もう王様っていう感じで、もうすごいカリスマ的なんで、だからやっぱり後半もうおじいちゃんになっちゃって、そんなにいっぱい吹かないんですけど、もう出てきて、もうステージの上にいるだけでもうみんないいっていう感じ。そう、とにかくやっぱり、ね、そういう感じあったよ俺。まあ亡くなる何年か前その時に見たんで、なんかいるだけでね、マイルスの音楽なってんだよ。だからマイルスあんまり曲書かないで、結局マイルスのバンドに入ったハービー・ハンコックとかウェイン・ショーターとか、まあ後半、マーカス・ミラーとか、あの辺が非常に優れてて、作曲に、それでなんかその人たちの曲をなぜかそれをマイルスが吹くとすごくかっこよくなってしまうっていう、そういう感じですね。そう、ウェイン・ショーターのなんか、何年か前の
レコードが全部演奏だかなんかでしょ、作曲は。あ、そうですね、あの ESP とかネフェルティティとか、あの辺はもう全部そうですね。うん、それに本当ちょっとね、マイルスのマイルスだから、ウェイン・ショータが絵描いて最後にマイルスがハンコを押すみたいなもんだよね。そうですね。押すとおーおーマイルスだっていうような感じになって、もちろん全部が全部そうじゃないけど、そういう風になっていきましたね、だんだん。マイルススクールってのは何なんですか。そこからの出身者、ね、そこから出身者、マイルスの、はあ、マイルスの学校ってことですかね。うん、あ、本当に学校じゃなくてそのバンドに入って、うん、学校のようだという、そのマイルスの学校のようだっていうような表現でマイルススクール、それでいいんですよね。流派ってことですよね、スクールって言うじゃね。はあ、うん、みんなビッグスターだよね。どっからまたこういうのを見つけてくるからかなんけども、本当すごい新人が出てくるんですよ。大体一流どころってそうよ、マイルスのとこほとんどね。マイルスのね、マイルスのとこに。あのキャノンボールアダレという方もそうですか。そうですね。そうですね。キャノンボール自身は、はい、あの、うん、自分で最初に出てきてるんですよね、うんうん、でもマイルスがいいやって言って仲間入れたんですよ。でジョン・コルトレーンとぶつかり合わせたんですね、アルトサックスのテナーと、うん、じゃあちょっとそのキャノンボールアダレのワークソングを見てみましょう。
今これ聞いてみると当時としてはすごい新しいことやってるんですね。そうですね、なんか吹いてる内容とか相当モダンですよね。モダンだよね、モダンだけど幕が強いんでそのモダンに聞こえないチャールズ・ロイドの方がすごい新しいに聞こえちゃうんだよね。感覚でもやっぱりそこブルーズに近いですね。近いですね。マイルズもマイルズでそうかもしれないけどもっとやっぱり洗練された感じが同時になって、すごい身長差でしたよね。チャールズ・ロイドはやっぱでかい。でかいですね。誰が間違ってるんですかね。間違ってるっていうか基準から逸脱してる。基準が分かんないです。横にハイライトかなんか置いといてこいつ赤ん坊の写真じゃないんですよピアノのおじさんは後にウェザーリポートのリーダーになるジョー・ザビヌールなんですけどね。そう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 、全然雰囲気が違う、ね、それは全然似合わないですね。あの後マイルスに引っ張られたんですかね、ジョー・ザビヌールは。そうですね、ね、あそうですか、ね、それで現象だなんかと知り合ってウェザーリポートを急に新しいことを、すごいですね。いやでも今の曲だったら僕の世代はとにかくジャズを知らなくてもあの曲は知ってるっていう感じの曲ですよね。このワークソングは確か野外刑務所のいわゆるチェーンギャングの歌になってるんですね、はい、そうですってね、捕まって大変だぜっていうような内容ですか、まあ、言ってみればそういうもんです、はい、捕まって大変だぜって そのままだよね。でも聞いてて楽しいよね、キャノンボールとナットアダーでのコンビっていうのはね、あ、ナットアダーのとこにやってたんですよ、ピアノ。ナットアダーってですか。そうですね、ニューヨークで。そうです。でもその時からもうこの曲は何があっても必ず終わりにやるっていう。で今ナットアダーで歌も歌うんですよね。ナットアダー歌、歌うまいんですよ。そうですか。トランペットはね、この今のビデオの当時の方が全然上手くて、今やっぱり当たり外れが結構あるんですけどね。歌は相当上手いですよ、この人。上手いっていうか、なんかいいんですよね。やっぱり楽器上手くても歌下手って人いますか。いるんだ。私音痴ですよ。え、こんな近くに。そうなんですよ。でもその上手い人もいるけどやっぱ下手もいるんだよ。下手でもなんかいいってなりますよね。味がね、ディジー・ガレスピーがサニーサイド・オブ・ザ・ストリートとか歌ってるのあるんですけど、あれは味あるよね。ありますよね、いいですよね、なんか、トランペットとちょっと似てるとこもあるよね、あの、なんかちょっと危なっかしいとこだったね。するけどいいんだよね。昔だったらジャック・ティー・ガーデンというトロンボン奏者もすごく歌うまいですね、ですね。最近で言うと、ね、ジョージ・ベンソンになっちゃうのかな、やっぱり。あとサッチも、まあ表現したかったんですけど、随分昔ね。ちょっと真似しちゃったんじゃないの。まあでも最高にうまいですね。そうですよね、サッチもあのエラ・フィッツ・ジェラルドと LP 出してるじゃないですか、歌でも、あれなんか聞くと、もう本当歌の方がいいなっていうぐらいに、あの頑竹ある歌っていうんですか、あれはね、うまいですよ。いつ頃から聞いてるんですか。僕はですね、もう25年ぐらい前かですかね、1970年ぐらい、ちょうどあの安保闘争が終わって、70年代に入ってどうしようかなっていう頃、僕中学生になったんですよ。だからうち新宿だったもんですから、その街を歩くとどうしようかなって人はジャズ喫茶入っちゃう。そう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 。で、あ、これ面白そうだな、なんかこう横目で見てたんです。で、兄貴がジャズ好きになりまして、ちょうどあの廉価版、1100円で LP が出始めたんですよ。あの頃プレステージのゴールデン50で、実際20枚しか出なかったというなんだ企画倒れじゃねえかっていう。それで1100円のレコードを買うようになって、僕も自分で、ジャズのレコードを買うようになって、それじゃあジャズ喫茶行こう。中学3年ぐらいからジャズ喫茶通いに。当時は どんなとこあった、新宿。新宿はですね、まあ、ディグダグ、あとまあビザールね、はい、今もう飲み屋さんになっちゃいましたけどね。あ、そうなの、バーみたいになっちゃって。あとママがあったんですよ、あのママあったね、銀座のママがきっとあの新宿に移転したんだと思うんですけど。銀座のママ、いやいや、銀座のママジャズ聞かないと思う。当時なんていうのはもうなんか困っちゃったような人ばっかりなんですよ。学校ももうつまんないやとか、学校なんか行かないぞとか。だから僕中学生で入った時に、とにかくどういうシステムかは全然わかんないですが、でまあ座って、コーヒーを頼めばいいんだなと思ってたんですけど、来ないんですよ、ウェイトレスのお姉さん、しょうがないからすいませんって言って僕が立ち上がって、コーヒーいただけますか。そっちは、水、マスターコーヒーホット、もう参ったな。で隣見るとこうやって目つぶってやってるんですけど、片手に文庫本と缶ピース置いてあるんですよ。そうで、変な大学生なんですよ、勝手なバイブレーションやってるんですよね。もう僕は何もそういうこと知らないから、あのとにかくその人たち見てる方が面白くて、
で、リクエストの仕方も分かんないですからね。あれ紙に書くんじゃなかったでしたっけ。それを置いてないんですよ。そこ行って、うん、紙もらって書いて出して常連さんにならないとそれは分からない。ジャズキさんちょっと、ね、当時のジャズキさんは雰囲気はもう分かんないと思うよ、うん、とにかくそんな感じよ。でカインドブルーをです、ね、はい、あのリクエストしたんですよ、うん、そしたらマスターがえ、いやカインドブルーお前家で聴けよすごい名盤なんですよ。だからジャズ喫茶なんかでそんなにもう名盤は自分で買って家で聴けと。でも買えないからジャズ喫茶行ってたんですけどね。でも普通のジャズファンはもうカインドブルーぐらい持ってるわけですよ。それでそういうカインドブルーかけてもらったんですけど、案の定ですね、周りのそのお客さんが誰だこんなのリクエストしたのって何かしてるわけですねでもそういう経験ってありません。あ、イギリスにはあるんですかジャズ喫茶。ジャズ喫茶ってないで。僕はもう大カルチャーショックでしたよ、日本に来て74年なんですけどね。どこ行きました。吉祥寺に部屋を借りてて、はい、ファンキーというところがあって、そこに行ったかもう一軒だったかちょっと今覚えてないんですけど、はいはい、まだ出て新しかったね、ハビー・ハンコックのヘッドハンターズ、すごくねファンキーなレコードが大好きでね。